宮川牧雄・宮川牧雄1月6日隊は、日本の外交官。外務省中東アフリカ局長、マレーシア中殺特命全権大使等を務めた。フランス共和国国家功労勲章コマンドゥール受章。京都出身。1974年東京大学工学部、航空学科宇宙コースを卒業した。同科研究生を経て、1976年運輸章に、 入賞した。1979年外務省に移籍した。1980年から1982年まで、オックスフォード大学国際政治学科に留学した。1989年6月には、経済制裁米国の対乱制裁に関する理論と実践マイナスの学位論文で、オックスフォード大学で国際政治学博士号を取得している。また、二千二年には、 政策研究大学院大学客員教授。2004年には東京大学大学院教授をそれぞれ兼任している。宮川大使略歴。在マレーシア日本国大使館。2014年3月30日閲覧。宮川牧雄氏が国家功労勲章コマンドゥールを受賞。在日フランス大使館。2015年1月6日閲覧。国家安全保障参与内閣官房。 ありがとうございます。